私が教官の天野雄一です。よろしく。はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日は天野雄一先生の教習を受けたいと思います。カットして。おはようございます。教習を始めますよ。シートベルトは忘れないでください。それじゃあ発進してください。ギアを下げてゆっくり行きましょう。そこを右折してください。カーブの先を確認してください。まあこうやって敬語で接してください。そのまままっすぐ走行してください。で、ここは30キロ道路なんで、まあ2速いいレーンで。減速して一時停止してください。減速して一時停止。あれ？左右の安全を確認してください。左右確認ボタンを押して。はい、これで3速。そのまままっすぐ走行してください。右側に牛がいますね。まあ、牛に願い次の角を左折してください。ドラマもありましたけど、目視して巻き込みをチェックしてください。そのまままっすぐ走行してください。確か牛に願いよって玉山哲司とか小出圭介とか戸田恵梨香、相武咲、カリナ、あとオリエンタルラジオのあっちゃんでしょ。あと田中圭さんも出てましたね。エンジンブレーキを使ってください。まあ2速、一応2速で走って3速。そう、その調子ですよ。そのまままっすぐ走行してください。いけるね。あ、次の角を左折してください。バス結構なスピードで走ってんですよね、バス。停止してから走るっていうね。巻き込みに注意してください。注意して。まあこんな感じで。まあこんな感じなんですよね。静かな街ですよね。そのまままっすぐ走行してください。で、車線変更しなきゃいけない。右の車線に進路変更してください。サイドミラーを使って速報を確認してください。で、彼もいないので。そのまままっすぐ走行してください。まあ L1 をしたこういうふうにルームミラーが出ます。次の角を右折してください。ゆっくり右側に寄せてください。一時停止してちゃんと安全確認してください。低速ギアのまま一気に走り抜けてください。ゆっくり減速して停車してください。ハンドブレーキを引いてください。お疲れ様でした。素晴らしい運転でしたよ。合格。お、100点。まあ、といったところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。